ご覧ください。日常の合間に見受けられる若干プリン、まあ、プリンはねちょっと汚いんですけれども、でもわざわざね黒髪に染めるという、そのいやもっと待てば黒髪になるやんっていう論があるので、俺の中では早く髪の毛伸びて黒髪に戻したいところ。バン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 二の腕、俺と赤毛の夏休み、まあ、今年の8月にやろうかなと思います、うん、はい、ということで割とお久しぶりです、まあ、4日間、5日間、6日間、なんなら1週間ぐらい、まあ、動画を出せてなかったんですけれども、最後があれか、その、うんこ漏らした話か、うんこ漏らしてコロナ出たみたいな。あのね、俺のバイト先ね、コロナ出たんだけど、普通にやってんだよね。そのクラスターというか、多分、なんかその子大学生で、その大学で取っちゃったらしくて、でも学校もそうでしょ、学校もさ、そのなんか学年でとか、学校内で1人2人ぐらい出てる学校もあると思うんですけど、休校とかにはなってない学校多いと思うんですけど、まあそんな感じで、まあ俺のバイト先も普通に通常営業してるんですけれども、まあそれが最後のまああの YouTube への動画投稿だったんですけど、そこから、数日間何をしていたのか後日動画に上げると思うんですけれども、配信でね東京駅から静岡駅まで自転車で行ったんですよ。チャリでちょうど200キロ、まあ、夜中のですね10時半ぐらいからまあスタートしまして、東京駅からその時なんかリスナーさんとかも来てくれて、イエーイ行ってきます出発、まあ行ってきますみたいな感じで行って、もう自転車ひたすら漕いで、初日は朝の6時まで。自転車漕いで、で、まあ、その次の日は12時からかな ?6 時間ぐらい寝て、まあ、12時から配信つけて、夜中の何時まで走ってたんだっけな、で、結構夜中っす。割と夜中まで走って最終日を迎えて、ゴールって感じだったんですけども、それをですね、やってました。で、やって軽く静岡観光して、で、家帰ってきてっていうような流れだったんですけれども、すいません。なので、ちょっとね、この数日間全然動画開けられなくて申し訳ございません。いやー、疲れたね。マジで疲れた。で、まあ、焼けちゃって、すごい。もう、めちゃくちゃ焼けちゃって。見る俺の、この漆黒の腕。焼けちゃって。すごくて。気持ちいい俺の肌。でもさ、なんか、1週間以上家開けて、で、それで久々に家帰ってくると、なんかこの地元の空気というか、あ、懐かしいな、よくこのコンビニ行ってたわ、みたいな。そういう雰囲気に包まれることあるじゃないですか。で、まあ、玄関開けて、まあ、家入ってきた時のあの感じ。懐かしいみたいなのが4日間ぐらい家開けてるとなかったの。4日間微妙いなぁ。え、4日間は微妙いよ。で、懐かしくないもん。うん、割と。4日は。もうね、ちょっとね、1個怪奇現象があるんだけど、もうあるあるの動画8月の1日からどんどんどしどし上げてくんだけど、なんかあそこ傾いてんだけど、誰か来た？いや、なんか傾いてるよ。多分傾いてなかったと思うんだよな。で、あと久々のメロンちゃんなんですけれども、メロンちゃんパランチョレンポンチョロンチョン、メロンちゃんパランチョレンポンチョロンチョン、その水やりをですね、まあ、できなくて数日間開けてたので、ちょっとどうなってるのか心配なんですけど、お前成長しすぎだろ、おかしいくらい成長してんやん。ということで帰宅してきました。ただいま。